師匠、はい、お願いします。ドーン。石川由美様、はい。タバコもお酒もギャンブルもやめられなくて苦しかったのは、周りがやめろやめろと私の人格を否定してくる時だったもんな。途中で気づいて石川区長、石川さんの区長がこれなんかどうか知らんけど、俺の中での石川区長な、うん、今全部やめられているのは責めるのをやめて適切な治療につながれたからだと思う。励ましてくれる先生とか依存症仲間、あれあれれツッコミどころがあるんですけど、俺にはお願いしましょう。めっちゃめっちゃでかいツッコミどころがあるんですけど、お願いします。俺はな、石川由美様の、はい、もう空気なんて読まない、はい、名著、石川由美町の名著、もう空気なんて読まないを読ませさせていただいたんですが、はい、あの名著の最大の爆笑どころ、はい、ありましたよね。ありましたよねって、まあ、知らん人もいると思いますけど、俺がさえ、まあ、大方つまらなかったんですけど、はい、石川様の著のもう空気なんて読まないは、うん、一個だけ爆笑できたところがあるんですよ。はい。それがですよ。はい。高校時代から吸っていたタバコ。はい。と、高校を卒業してが、これちゃんと正確にはな、突っ込まれるからね。石川様、じきじきに反論されたからね、ここは。はい。高校女子高生の時から吸っていたタバコ、うん、高校卒業してから彼氏の影響でやり始めたパチンコ、その2つを、その時は酒のことは書いてなかったけどな、うん、本には。その2つをやめられた、なぜか、それはフェミニズムを学んだおかげだからって書いてたので爆笑したんですけど、俺はええと思って、まあ、爆笑やけど、もちろん呆れがほとんどですよ、だけどね、心の面白くて笑ったんじゃないですよ、その逆の意味で笑けだから笑ったんですよ。それをそのアマゾンレビューに書いたら、石川様から反論があって、俺はそのごっちゃにしてたんですよね。女子高生の時から始めたタバコとパチンコをフェミニズムのおかげでやめれたっていうのを読んで爆笑しましたっていうのを書いたら、石川様がね、ツイッターで取り上げていただいて、こいつらは嘘を言っていると。もう一人は同じようなこと言っている人がいて、こいつは嘘を言っていると。私が本に書いたのは、タバコは高校生とは書いてんのね。私は書いたのは、パチンコは高校卒業して彼氏の影響で始めたって書いたでしょうかって言って、いや別にそこ問題じゃないやんけっていうとこで反論してきた石川様らしいね。この事実かどうかが重要やっていうね。内容はどう、まあそれはいいんですけど、結局フェミニズムのおかげでやめれてなかったんですね。結局治療行ってとるやんけって、励ましてくれる先生とか依存症仲間のおかげやんけって、フェミニズム一個も出てこへんやないけっていうね。どうするんですか、フェミニズムのおかげで。お酒は知らんけど、少なくともここで書いてあるタバコとギャンブルって、ギャンブルってパチンコのことやろ、うん、それフェミニズムのおかげでやめれたんちゃうんか。じゃあはっきりあの本に書いたことは嘘でしたって言うてもらえんかな。事実を重要視する石川様やったらそうしてほしいな。なんかごまかさんといてもらえますか。本読んで、まあ、俺は爆笑したけど、ひょっとしたら、ああそうなんだ、フェミニズムのおかげでタバコとパチンコをやめれたんだって感動してた人がいるかもよ。その人らに謝ってもらえますか。あの本に書いたことは間違いでしたって言ってもらえますか。え、でもおかしいやんけな、そんな普段からこいつらが言ってんのは嘘だ、こいつらが言ってんのは嘘だとか、なんかひろゆきの
あれでもさ、あの辺野古に行った件でもさ、私はひろゆきの影響で行ったんじゃないとか言って、ひろゆきのあの騒動の前からちゃんと予約して行ったんだって、そんなどうでもいい事実をさ気にする石川さんやったらさ、ちゃんと訂正していただけませんかね。俺は1650円払って、それ、あ、金額は1650円やったかどうか忘れましたけどね、おそらく1650円、そこも正しくないとか言われてたから、そこでそこを正しくないと突っ込むことによって、なんか自分が正しいみたいなことを言いがちやけどさ、こいつらはさ、そこはどうでもいいよね。俺はちゃんとお金払って本買ったんやから、あの本に書いてたことは嘘でしたって言ってもらわな気が収まりませんけど。まだちょっと言い足りんな。ちょっと以上以上ですって言いそうになったけど、だいたいさ、前にも石川さんにアドバイスしたけど、酒とかタバコをやめるなんて簡単やなってっていうことを、うん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 、動画作ったんやけどさ、うん、え、治療に行かなあかんの、そもそも、うん、もう中毒というか依存症の結構重度なんじゃないですか。うん、だから言ってないでしょ俺が前の動画とか。やめ、あの要するにタバコもギャンブルもお酒もやめるしかないわけよ。やめるでもスパーンともう、はい、もういらないって思うしかないわけよ。やめたらいいだけの話だっけ。え、なんでこんな大げさな話なの。励ましてくれる先生、いちいち先生に励ましてもらわなあかんの、うん、で依存症なんか、まあ、なんかそういうなんかあるやんけな、会みたいな、依存症の人ら同士で集まってるなんてセラピーっていうのなんかあるやんな、うんうんうん、なんかあれみたいな感じで集まって、私はこう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 で、まあ、別に否定はせえへんけどよ、それをそれでやめれるんやったらいいんだけど、でお酒を飲んでたのは自分の許可してないグラビアが勝手に発売されてしまったことを考えると、読みを夜が眠れないからとか、映画監督に何とかを求められたことを振り返っていると正常心じゃ過ごせなかったが、正常心っておかしいよね、平常心やね、ここの場合ね。まあそこはいいですけどね、まあなんか意味があるんでしょ、石川様に言わすと正常心ってあえて書くところに、たくさんあったなんとか被害は関係していたと思うな、麻痺させないと生きていられなかったと思う、だってよ。人のせい人のせい、はいはい、人のせい人のせい、はいはい、そうですね、辛いことばっかりあったんだもんね、だから酒を飲んで忘れようかな思ってるうちに、でさ、酒を浴びるように飲んでるうちに依存症になったんだもんね、そんで依存症になって、まずそれを依存症から脱却すんのもなんだかんだ言って、こうやって、ま、周りがやめろやめろと私の人格を否定するしてくる時だったもんな。もうこれどういうことだろうな、そもそもその酒をやめろって言われたってこと、酒タバコギャンブルやめた方がいいよって言われたってことなのか、うん、だよね、普通に考えたら、え、別にそんなん親切で言ってんじゃん、やめた方がいいんじゃねえとかなんか書いてたもんな、なんかインスタでしょうもない動画作ってタバコ吸わせろみたいなしょうもない動画作ってたもんな、うん、だからそのやめろって言われんのも人格否定なんやってさ、否定してます、人格を。それはやめろやめろが、そのタバコとかお酒をやめろの意味で言ってんやったら、それも正確に書いてほしいよな、なんか分かるように書いてほしいよな、その別のことをやめろって言われてるのかもとも取れるしな、この文章の、まあそのお酒をやめろっていう意味で取ると、別に人格否定なんかしてなくね、でもむしろ心配してから言ってくれてんじゃん、うん、そのそれが大きなお世話やっていう場合もあるからさ、うん、もうそれはそんでそう取り方やからまあええねんけど、うん、別にやめろって言ってる時は人格否定って言ってんじゃないの、だって人格否定をする
してんやったらそんな心配するようなこと言わなくね、うん、むしろもっと飲んだらでええんちゃうと思っちゃう、うんうん、え、なんかの俺は石川様に対してどっちか言うと否定的な立場やから、うん、もし俺が石川様の近くにいるんやったらもっとガンガン飲んじゃえよって言うと思うわ俺やったらそのさ、まあおそらく心配して言うてくれてるわけやん、うん、それを人格否定しているされてるってとってって苦しいからこそまたやめられないんやって、何にせよさ、うん、まあなんぼなんかそれ酒とかタバコとかギャンブルに溺れんのも人のせい周りのせいやし、うん、グラビア勝手に売られたせいやし、うん、そのなんかを求められたことやし、なんだってさ、でそれで結局、はい、フェミニズムのおかげでやめられたわけでもなく、うん、結局医者のおかげなんだってさ、なんだそりゃって感じでさ、はい、予言していいかな、お願いします、どうせまだやるって俺にはわかる、うん、うん、そのなんでわかるかは前に挙げた石川様がこうやったら酒やめられるよっていう動画を見ていただければわかると思います、うん、まあまあまあ、いやそんなことないわよってまあ言われるかもしれない、いやもう俺はまあまたやるんちゃうか、この調子やったらまたやるなと俺は俺にはわかります、以上です、はーい。